明けない夜はないというが、この闇はあまりにも深い。で、妹ちゃんはあそこで何をしていたのかな？それは一応正直に答えた方が身のためだぜ。兄、タイガの失踪につながる手がかりを探していました。そうかそうか、嘘ついてる風でもない。いいね、正直な子は好きだ。それなら少なくとも妹ちゃんは俺たちの敵じゃない。天地と共に生きる者、汝の名を名乗れ。やれ、タイガと同じ道を歩むんだ。兄さん、これよりほんの少し時は流れ、エイリは生徒会に入ったのだが、だから一つの部だけに予算は割けないんです。ざっけんなよ、生徒のために動くのが生徒会じゃねえのかよ。もっと生徒のことをいたわってください。生徒生徒って、あなたのエゴを全体に隠さないで。忘れないでくださいね、生徒会に従わない生徒もいるんですよ。あの水木エイリさんですよね。え、あ、はい、そうですが。送った手紙読んでくれましたか？で、気持ちを聞かせてほしいんです。あの、困るんです、知らない人といきなり付き合えとか、気味が悪い。んだと？あのさ、生徒会室の前で出待ちとかされるとすっげえ邪魔なんだわ。帰ってくれないか？覚えてやがれ。覚えてやがれって、高金属じゃあるまいし。五道先輩、すいません。うん、俺は別に何もしてないさ。それより妹ちゃんはもっと生徒会役員として行動や結果で示してほしいかな。それって人望ってのは簡単に集まらん。わかりやすく言えば、中間考査で優秀な成績を収めるとか、部活動で表彰されるとかさ。いきなりは無理です。麻生先輩もそうですけど、生徒会の人たちは何でもできすぎというか、隙がないというか。人の上に立つってことはそういうことさ。そのための修練だよ。さあ、武道場に行こうか。もう少しは手加減してくださいよ。麻生先輩の礼儀作法の特訓もほんと厳しくて。麻生君と逆でもいいんだよ。俺はそっちの方が得意だぜ、妹ちゃん。きっぱりとお断りします、女子として絶望しそう。これもタイガのためだ、悪く思わないでくれよ。何かあればすぐ兄さんの名前を出して、この鬼、オカマじゃなくて悪魔。悪魔か。優しい言葉ばかりで何もしない正義の味方と、君のために誠実に動く悪魔、どっちを信用するんだい？そんなの、誠実で私に優しい正義の味方がいいに決まってます。だよね。英雄は未だ現れず、しかし救いをもたらすのは英雄ばかりではない。もう一度問う、なぜ俺を目覚めさせた？死なせはしない。月影学園天地人。